シャリーは、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートバイである。本校では、ほぼ同一コンセプト並びに車体を持つスクータータイプの、シャレットについても解説を行う。シャリー、CF70 初めてに輪車に乗る人でも安心して、乗れる、優しい操作と優れた、運転性、乗降性並びに、家族みんなで楽しめるホームバイクをコンセプトとして1972年に発売。 車体は低床バックボーンフレームを採用し、乗降時のまたぎ高さを 40cm に、さらにシート高も 70cm と低く乗りやすさを追求した。サスペンションは前輪をテレスコピック、後輪をスイングアームとし、前後タイヤホイールサイズは3.50から10。ブレーキは前後ともリーディングトレーリングで、最小回転半径は 1.6m である。 スーパーカブと基本設計を共用する前傾80度空冷4、ストローク再チェシー単気筒エンジンを搭載。内径 X 工程イコール39.041.4、排気量 49cc とした一人のり元同期付き自転車モデルが、形式名 CF50、内径 X 工程イコール47.041.4、排気量 72cc とした、 二人の理源付き二種モデルが形式名 CF70 とされた。燃料供給はキャブレターで、タンク容量は2.8リットル。組み合わせられるトランスミッションは、原則的に常時工合式3段、マニュアルトランスミッションであるが、CF50 の未常時工合式2段もしくは3速、オートマチックトランスミッションが設定された。またマニュアルトランスミッション車のクラッチはべて、 自動延伸式で手動モデルは未製造である。上述した搭載エンジン並びにトランスミッションに加え装備品により車種バリエーションを展開したほか、社名は A 文字表記はシェリーのまま日本語表記は以下の変更が実施された。月間生産目標2000台で以下の3モデルを設定月間生産目標9000台で以下のマイナーチェンジを 実施月間生産目標12000台で以下のマイナーチェンジを実施年間販売目標14万台で以下のマイナーチェンジを実施年間販売目標36000台で以下のマイナーチェンジを実施なおシャリー70は本マイナーチェンジにより最終モデルとなった。シャリー52以下の変更を実施以下のマイナーチェンジを 実施者名をシャリーとした上で以下の変更を、実施者名をシャリーとした上で以下の変更を実施。なお本モデルは1997年にもカラーリング変更のマイナーチェンジを実施しているが、1998年に施行された平成10年排出ガス規制には未適用であることから、継続生産車両の期限となる1999年8月31日をもって生産終了となった。 1978年5月17日発表、同月18日発売、形式名 NY50、月間販売目標を5000台とし、標準本体価格は9万9000円とされた。車体並びに、サスペンションの基本コンポーネンツは、シャリーと共用するが、相違は搭載するエンジンを、内径 X 工程イコール 40.0X39.6、圧縮比7.5、 最高出力 1.8PS4000rpm、最大トルク 0.44kgm4500rpm の空冷に、ストロークピストンバルブ単気筒へ動力伝達機構を V ベルト式無断変速機へ変更した点にある。また、シャリー1979年モデルに先駆けて、方向指示機戻し忘れ、防止ブザー並びにパーキングブレーキを兼ねる。 ブレーキロックレバーを装備した。シャリー 50AT 発売に伴い1980年で生産終了。ありがとうございます。